あら、ごめんなさい。お姉さん降参よ。待て、お前ら。誤解もいいところだ。何が誤解よ。そこの女の人と、あんなことやこんなことしてたんでしょ。汚らわしい。してねえよ。オリアナ、なんとか言ってくれ。坊やも、女の子の扱い方を少しは覚えないとね。いや、だから俺は何も。お姉さんは用事があるから、この辺で、さようなら。じゃあね。あはん、面白かった。オリアナさん？おい！おーい！さあ、覚悟はできてるんでしょうね。待て！話を聞けビリビリ。話せばわかる。ええ、洗いざらい話してもらうわ。あの女との関係をね。違うだろ、おい。さあ、逃げた分の清算を今ここでしてもらうからね。お覚悟。あの、どうかしたんですか？どなたですの？あの、上条さんの知り合いというか、どう説明したらいいのか。また新しい女ね。ほほー。新しい女、ですか？だから、何度も違うって言ってんだろ！サーシャもオリアナも、そういう関係じゃねえ！じゃあ、どういう関係なのよ。言ってみなさいよ。それは、お前には関係ないだろ。ほら言えないんじゃん。そういう関係なんじゃん。なあ、こいつらに言ってやってくれよ。話をちゃんと聞けって。あの、なんていうか。うんうん。なんとなくですけど、上条さんが悪い気がします。そうそう。上条さんが悪い、で、なんで？ほらね、やっぱり分かる人には分かるのよ。ごめんなさい、上条さん。私、こっちに着きます。というわけで、お仕置きタイムよ。行くわよ。本当にやんのかよ。よろしくお願いします。よし、なんか暴れ足りない気がするわ。力になれたでしょうか。